今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。おはようございます。今日はですね、この番組で、番組でというかこのチャンネルでおなじみの、都そばさんでございます。京都にある立ち食いそば屋さんでございます。まあ大阪、京都大阪に多いんですけれどもね、神戸にも一応あるんですが、まあ、発祥は実は銀座っていう、でも今流行ってるというか、生息しているのは、まあ、京都大阪が多いんじゃないでしょうかね。で、天ぷらと卵が入ったやつはこれスタミナっていうんですね。でそばなんでスタミナそば、スタソっていうんですけど、スタソっていう言い方に、阪急そばさんが言ってたんやったかな。はい、スタソって言ってね。で天宗とか、言うんですよね。天ぷらうどんは何て言ってたかな。天ぷらうどんは天ぷらうどんか。天宗って言ってました。で、今日も安定の美味しさでございます。都そばのこの四条通り店、四条店はね、安定して、だしがちゃんと美味しいんですよね。すごい薄い、都そば、だしの薄い、都そばさんもあるんですけれども、京都の、都そばさんは、なかなかというか、もうかなり優秀でございます。ここと、たこ焼くしぐらいやったかな、もうちょっと北側にあるんですけども、そこもね、おばちゃんのだしが、美味しいんですよね。なんかマニュアルに沿ってないので、なんか社長に怒られたという噂もあるんですけども、マニュアルに沿ってない方がまさかの美味しいという、まあ、地元民、まあ、京都人だけでかもしれないですけど、昆布とかを規定の時間よりももっといっぱい煮出してるらしいんですよ。なんか、マニュアルよりも。だから、まあ言うと、まあ、上品じゃないんですけど、やっぱがっつりと、昆布だしが出て、僕はもう大好きなんですけどね。マニュアル変えてください社長って思う感じなんですけれども、というところで今日も、都そばさん美味しかったです。もう今もまた食べたくなってるんですけど、なんかね、定期的に食べたくなるんですよ、ここの天ぷらそばとか、まあ、天ぷらそばやな。うどんも美味しいんですけど、結局なんかこのそばに落ち着くんですよね。東京のそばも美味しいんですけども、だから、ざるそばとか盛りそばにするにはもう圧倒的に東京なんですけど、なんかね、ここの天ぷらそば好きなんですよ。東京のそばがここのそばに変わったらいいかというと、そうではなくて、このうどんに近いそば、これがね、いいんですよね。ソウルフードでございました。まあ、僕の心のソウルフードですね。都そばさんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、ぜひご覧くださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。ちょっと忙しいけど今日行ってこうかな。